さあこの戦いは、ゲスト解説の長谷川選手が裏メインだとおっしゃってました。まさにそんな展開になってます。いや面白い試合ですね。出ていきます。カルバーレ選手も出てきますね。そうですね。ショータッパーワンツーミドルキックロー返す。ワンツー前に出てきます。今長谷川選手のセコンドローインナイスローって声が出ました。長谷川選手まだこれ一発で倒せますから分からないですよね。そうです。これ本当一瞬で勝負決まることがあると思うんで目離せないんですね。高橋選手もカットしてますからね。そうですね。ここ右手で開くことも考えられますので、そこ狙ってくるでしょうね。少しローが効いてきてるのかなって感じもします。そうですか。中央お互いリング中央にして回ります。お互い紙一重のところでの戦いになっています。ローに対してワンツー左のフックが来たか。右のローちょっとロー嫌がってますね。前足を外から内側からと蹴り込んでいきます。高谷中井さん、これでもローがフェイントにもなりますね、はい、そうですね。その通りですね。やっぱり足を止めてしまえばパンチも逆に当たりやすくなりますし、その逆も確かにですよね。なるほど。でもこれロー相当嫌がってローをもらうと手を伸ばして拾いに行くようにしてしまいます。カルバーレはそこはローの処理でやっぱり大きく変わりうるんですよね。カットするとやっぱり一本足になるんで、ローとまあテイクダウンされやすくなるっていう側面もありますし、でも倒す気なさそうな気もしますね、この試合は。そうですね。テイクダウンに行くっていうのは。うわー、これまた左に沈みながら右のパンチ、そして左も捉える、捉える、パンチマスター高谷、高谷左、もう一つ、ね、下がったところ、左、右です、右も入った、ストップだ。レフリーストップです。ゴールス高谷、長谷川選手、はい、やはりまたあの左に沈みながら右でしたね。そうですね。そして、まあ、最後切った時、ラッシュは素晴らしいラッシュですね。ですね。勝負どころ逃がさなかったですね。高谷選手も聞いてたんで、はいはい、やっぱりあそこは本当、勝負どころやったんでしっかり勝ちに倒していきました。中井さん、改めてこの戦い注目されていたと思いますが、はい、どう映りましたか。やはり打撃レベルがまずシュートというか総合全体が上がっているということですね。それでやはりしっかりした技術持った者同士なので、こういった競った試合が見られるようにこれからもなっていくと思いますし、非常にベストファイト、今日のベストファイトと言っていいと思いますね。これまでのね、間違いないですね。長谷川選手が個人的なおすすめの裏メインに押していたこの戦い、改めて、いやもうその思ってた通りの戦い方になって